サウディクラ、こんにちは。今回はですね、動画のようなあのメニューをですね、食べに行った時のですね、動画を少し、ご紹介できればと思います。まず場所の方なんですけども、 BTS プロンポン駅を降りまして、ソイの33分の1というところを入っていくと、こちらのお店はあります。ラーメン亭のですね、すぐ裏といいますか、横になります。この日ですね、食べに行った時なんですけども、あの食材の方がね、もうあの売り切れのような感じになっていまして、まあ適当にですね、ガオパオライスっていうことで、こちらのメニューをですね、注文、しました。ということで、今回の動画もそろそろ終わりになります。タイにね、少し長めに滞在されている方ですとか、タイにね、在住されている方はね、こういったお店で、食事をする時もする機会もね、多いのかもしれません。タイのね、旅行に来られた方もですね、 BTS プロンポン駅から割と近い距離にありますので、もしね、こういったメニューなんかにね、興味があるよっていう方はですね、一度食べに行かれてみられるのも良いと思いました。それからですね、カシコン銀行さんの支店なんかもですね、確かこの近くにあったと思います。まあいろいろとね、探すと見どころなんかもあったり、まあいろいろなね、ちょっとした発見なんかもあるのかもしれませんのでね、この辺をね、少し歩いてみられるのも、まあ楽しいのかなと思いました。今回も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。